有没有见面说不得，但这个点头答案已经呼之欲出。日本首相安倍晋三23号早上8:30悄悄进到李总统入住饭店，两人有没有见面，谈了些什么，李登辉幕僚三缄其口，就连阿辉博本人也很低调。私はこのことに対しては何も言えません。そして私はただ一つ安倍総理の日本に対する貢献を肯定します。それだけです。从总理官邸往下走，不到300公尺就可以抵达前总统李登辉在日本东京下榻的饭店。现日本首相亲自探望台湾卸任总统，两岸问题，92岁李登辉倒是火力全开，左挺蔡英文，右批马政府。いわゆる今の相当批判するというのはあまりよくありませんけども、人民から見ると 9% にもならないサポートを得ている投票者は何もできません。曾经叱咤亚洲政坛，2016大选阿辉博继续发挥影响力，左右蓝绿选票。记者李先参与方在日本东京的采访报道。